大分大学耳鼻咽喉科頭頸部外科16年目の立山香織と申します。今子供が2人いまして、1人は中学1年生、もう1人が小学2年生になります。両親が他県ですので、夫と時に両親の助けを借りながら職場の理解を得て仕事に子育てに頑張らせていただいております。まずは漠然とお医者さんになりたい、小児科医になりたいと思って医学部に入ったんですけれども、まず解剖学実習の時に小さな耳小骨に出会って、その小さな精密な耳小骨の魅力に惹かれたのと、あと学生実習の時に頭頸部がんの手術に入ってダイナミックな首の腫瘍を取るような手術にも惹かれまして、耳鼻科に興味を持ちました。耳鼻科の魅力はライフスタイルに応じて仕事に子育てに両立しやすい点だと思います。頭頸部腫瘍のようにすごく時間のかかる手術もあるんですけれども、短い時間で終わるような手術もたくさんありまして、私は子供が小さく熱を出しやすい時期は医局の先生方にご協力いただいて職場の方にはご配慮いただきました。朝バタバタしてますけれども、私が先に家を出た時は夫が食器の片付けからゴミ捨てまでして出て行ってくれます。家族と夫の協力は欠かせないと思います。難しいこともありますけれども、女性も男性も望めば趣味や子育てなどのプライベートを大事にしながら第一線で働くことが可能だと思います。